どんな方でも結構です。あなたの声を直接ぶつけてください。それに対して山本がお答えをしますが、答えられない場合もございます。山本が答えられない時にはどうかご存知の方、山本に知恵を授けてください。お時間ない方、チラシ、私たちの制作令和ニューディール、チラシを配っておりますので、お手に取っていただければ幸いです。さあ、それではどなたかいらっしゃいますか。じゃあ、そちらの方、あなたですね。そのまま手を挙げておいてください。言えないというふうにおっしゃっていました。でそういう言わせない強大な、こう何でしょう、国家権力的なものっていうのは野党が政権を取ったとしてもそこにあると思うんですけれども、そういうものがあると野党が政権を取っても変われるのかなっていうのがすごく不安 でおそらくその私の周りの自民党支持の方たちは、野党はそういうところがだらしない、頼りないというふうに言ってるんじゃないかなというふうに思うんですね。でそこら辺は太郎さんはどういうふうにお考えかお聞かせください。お願いします。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎、皆さんからのご質問にお答えをするという取り組みをやっております。お時間ない方、どうかチラシだけでもお手に取っていただければ幸いです。ありがとうございます。ご質問いただいて、おそらく官僚組織というものに対してどうやり取りをしていくのか、ある意味で足が引っ張られる時ありますよね。民主党政権時代にこんなことがありましたという部分をちょっと見せてもらえますか。民主党政権、これはですね、ある意味で官僚側から、ひっくり返されたという事実関係がございます。何か、沖縄にある米軍基地、ここに対して最低でも県外に移設をするという話がありました。鳩山政権時代です。結果移設できませんでした。それに対して大きくテレビや世間が叩き続けたという経過があります。実はこれ官僚による偽文書、それで政権がひっくり返されてしまったということが後日の検証で分かります。ちょっとこちらご覧、私が読んでいきたいと思います。記事で出ていたものです。2010年鳩山由紀夫首相当時が米軍普天間飛行場の県外移設を断念する判断材料となった政府の内部文書を、朝日新聞が入手。米軍の基準としてヘリコプター部隊と訓練場との距離を65回120キロ以内と明示しているが、在日米軍司令部は新聞の取材に対しそのような基準はないとした。結局これは官僚側から、これごめんなさい総理無理なんですよ、米軍側との以前からの取り決めでこれ県外に移設しようと思ってもこれ無理なんですというルールを示されたけれども、実際はそんなルールなかったんですね。つまり何かというと官僚に足元すくわれたということです。で、必要なことは何かって言ったら、やはり、行政府の長が総理大臣です。行政のトップ、それを考えるならば、このトップが目指したい世界観に対してしっかりとお支えをするのが、行政マンの仕事。そこに対して誰が一番意欲的でしっかりと支えるのかっていう人事をしていかなきゃならないですよね。そう考えると内閣人事局、安倍政権の、ある意味で、公文書を、これを破棄してしまったりとか、忖度政治をどんどん大きくしていった温床とも言われているような内閣人事局、要は官僚の人事を掌握できるってものですね。これをうまく使うのが一番やり方として私は正しいと思ってます。じゃないといつまでも 足元すくわれるから、そういったことをやっていく必要がある、そう思ってます。で、自民党しかないんだって言いますけど、25年のこの不景気、間違った経済政策、財務省の言いなりになってきたのは自民党ですよ。一体選択肢としてどういう意味があるんですかってことなんです。私から言ったら、所得の地方値見せてくれる。例えばですけれども、厚生労働省国民生活基礎調査、その中にある所得の中央値というものを見てみます。低い所得から高い所得まで並べてみたよ。所得の真ん中、どういうように推移しているかというものです。はい、1995年所得の中央値545万円、これが2019年には437万円、その間25年のデフレで所得の中央値は108万円低下した。みんな貧乏にされてるんですよ。みんな貧乏にされてる。こういう状況にしたのは自民党じゃないですか。
野党側だったらうんぬんじゃなくて、自民党が逆に言ったら官僚組織や資本っていうところのしもべになっちゃってんじゃないの。資本側のしもべとして自民党や官僚がいるんじゃないの。私はそう思います。だからこそそこを打破していくっていうような気概を持った者たちが次の私は権力を握っていくってことを一歩ずつ進めていかないことには、この国完全に衰退国家転落ですよ。もう今片足突っ込んでます。先進国の中で25年成長しない国なんてないですから。97年以降マイナス成長ゼロ成長、みんなが貧しくなって、一握りだけ声を太ってんですよ。108万円低下させられてんですよ、みんなの所得。こんな状況の中で2018年、2019年の1年前、消費税増税の1年前には企業の経常利益過去最高、現預金だけで見るならばこれバブル期超えてますよ。それでも自民党って言える人の意味がわからない。おそらくお金もらってるか仕事もらってるかだったら理解はするけど、それ以外だったらおそらくもう一度考え直した方がいい。政治家を育てたことある？政党を育てたことある？選ばれたものの中から、メニューの中からしかみんな選んでないんじゃない？そうじゃない。そのメニューに何を乗していくかっていうことを今私たちはやろうとしている。みんなで作った市民の政党、令和新選組でございます。ありがとうございます。